はい、今どこにいるかっていうと、タイのバンコクにいます。バンコクで、まあ、今日ね何を食べようかと思ったんですけどね、ファミリーマートで弁当買ってきました。こっちにはですね、2010年から2011年に仕事で赴任したんですけど、まあ、その時もねコンビニね、セブンとかファミマ、まあ、その時からずっとあってですね、かなり利用してきたんですけど、弁当って、ね、ほとんどなかった感じします。まあレンジでチンするやつあったんですけどね。でその中で、まあ、最近ね、まあ行くとですね、弁当が売られてます。日本で言ったらコンビニって弁当売られてるのは当然だと思うんですけど、同じように結構弁当が、出てきます。ただまあもちろん日本よりは少ないですけどね、種類は。で今こんな感じで、これがね、カレー風味のやつです。でこれが鶏肉で、ちょっとこのタイのインスタントラーメンも食べてみたかったんで今食べてみました。まあ結構美味しかったんですよ。まあこれでいくらかっていうとね、80バーツぐらいかな。で日本で260円ぐらいで食べれます。まあちょっとどんな感じかっていうことで試したいと思って食べてみました。まあ今からいただきます。